などが挿入されていません。これから帰宅ですね。今日はちょっと明るいから前向きやめて自分撮りにしてますね。久々の自分撮り。自分撮りあまり人気ないかもしれないですけど、まあ、ちょっと明るいからこのアングルでやりたくなりましたね。まあなんか明るいうちに帰れるっていいですね。ありがとうございます。自分撮りちょっと暗いですけど GPS を受信しました。まあたまにはいいんじゃないですかね。こんばんは安田さん、ありがとうございます。今日なんか昼間、まあちょっと全部は見れなかったですけど、いろいろな人がツイキャスやってましたね。まあ、なんか私人のキャス聞きながら何かやるってちょっと集中できないからできないんですけど、まあなんか昼間からのものを見てみたいですよね。なんか昨日馬面さんがあの作業キャスってやってましたけど、あれもなんか私気が散っちゃってできないんですよね。なんか人に一回作業キャス的なことをやったことあるんですけど、人に見られてるという感じでなんか集中できなかったんですよね。じゃあこの運転中はいいのかってことになっちゃうんですけどね。あ、自撮りの方がいいですか。ありがとう、そう言ってくれると嬉しいですね。プーチさんこんばんは。まあ、この時間帯いろいろ自転車通学の人が帰ってますね。学生さん結構危ないですよね。まあという私も自転車で通学してる時、まあ今考えると怖いぐらいの自転車無謀運転みたいなことをしてましたからね。前から車飛び出してきたらどうするんだって今から言うと突っ込みたくなるような自転車の運転してましたからね。今私たまにあの自転車乗ってますけど、怖くてそんな前見えないところをかっ飛ばすってできないですからね。まあ見えないところをかっ飛ばす、はっきりで勇気じゃなくて無謀ですからね。まあ、たまたま運がいいから車にはねられない、他の車両をはねない、そんな感じですからね。今日は明るいですよ。まあ、どんどん明るくなっていくからいいですよね。まあ、私が早いという今日はまあ私が早かったんですけど、私が早いプラス日没もどんどん遅くなっていく、そういうことだと思うんですよね。の話ですけど、まあ、最近動画を配信したい人ってもしかしたらキャスの方から入る人が多いかもしれないですよね。 YouTube じゃなくてもキャスの方、そうなると YouTube の方ってなんかもうすでにいる人プラス商業動画が多くなるのかな、そんな感じになってくるとなんか寂しい感じがしますね。アーチャコスさん、運転気をつけます。まあ、この時間帯本当帰宅って危ない、一番危ないって言われてますからね。なんか帰宅する嬉しさ、家で何かしたい、早く帰りたい。まあ、私キャスやってると信号で止めてもらえるのが嬉しいんですけど、ほとんどの人前の信号赤になりそうだ、黄色になってる、そうするとアクセル入れる人が多いですからね。あと飛び出してくる車、まあ、このくらいだったらいいだろうと思って入ってくる車も多いから、ここのこういう脇道とか気をつけないといけないですよね。安全確認本当重要ですよね。あとなんか安全確認というと口に出して呼
故障確認とかってだから安全だって言われてますけど、スピード注意、私のちょっと持論になってしまいますけど、指差しとか故障確認って、まあ、運転中だとかえって危ないのかなって思うんですよね。まあいろいろな会社、特に運輸系運送会社系だと安全確認とか、なんか社内ルールとしてさせる、そういうところ特に大手が多いんですよね。あの交差点進入するだけでも決まったマニュアルがあるみたいな。でも交差点なんてマニュアル作ったってそのマニュアル通りプログラムみたいにいかないですからね。それより安全確認ってもっと人によっていろいろある、なんかそれをこなせばいいと思うんですよね。あの某運送会社とかだと交差点で止まるっていうマニュアルがあるんですよね。交差点で一時停止して死角を全部確認するってありますけど、止めて、私の考えだ とそんなところで止まって、あの止まって安全確認してたらどんどん危険な状況が入ってくるんですよね。それよりもう車が進んでる時に前方の安全確認して、交差点が安全だと考え、あの安全だと判断したらもうその状態で早く駆け抜けちゃう、それが一番の安全だと思うんですよね。あの危険な状況がなければ何も確認しない、先に確認して危険じゃないからその危険じゃないうちに、その危険の可能性のあるところを駆け抜ける、それ重要だと思いますね。私はそう考えますね。状況を全てマニュアルで、マニュアルとか手順書通りにいかないですからね。足部若本さん拍手ありがとうございます。ラルスさんこんばんは、ありがとうございます。ヤメイさん来ました、ありがとうございます。 YouTube は規制が多すぎる、確かに規制が多すぎますけど、まあ仕方ないですよ。あの危ない動画、誹謗中傷、ヘイトスピーチみたいな特定のマイノリティを罵るみたいな、そういうことはまあやってはいけないですからね。ダロー運転はダメですね。ダロー運転は危険です。かもしれない運転という、かもしれない運転っていうのがいいとされてますけど、かもしれない運転を、運転の度が過ぎるともうチェック項目だらけで、あの何を安全確認してるのかわからなくなってしまう、そういうところがあるんですよね。私あの、まあ、YouTube の規制の話に戻りますけど、 YouTube そんなに規制かかってるとは思わないんですよね。そんなに窮屈な感じはしない、そんな感じがしますね。あと規制かかってるというと、あの家石田さんから聞いた話じゃん、家石さんの聞いたっていうか、なんか家石さんのコンテンツ、家石田さんのコンテンツからあの言えることは、あのツイキャスの方が厳しいみたいですね。なんかビーチコーさんがレオタード着てそれで出た、それがなんかダメだったみたいなんですよね。あと上半身脱ぐのもやめてほしいみたいな、それ別に YouTube なんとも言われてないですけどね。あとまあ上半身脱ぐ、それ難しいところなんですよね。完璧にマニュアルではいいいえって言えないですからね。難しいところなんですけど、なんかエロさがあるとダメ、エロさが全然なければ問題ない。例えば上半身裸でやるスポーツっていろいろありますよね。例えばあの水泳とか
水泳とか、あとプールを使った競技、水球とか、完全に上半身裸のコンテンツダメだって言われたら水球とかダメですからね。プロレスだってダメ。レスラーによってはほとんど上半身脱いでる。ボクシングだってそうですよ。でもあそこら辺のコンテンツってのはエロさがないんですよね。だからいいという、そういう判断になってくるんですよ。なんか性的いやらしさみたいなのは。だから上半身裸、私は基本的にはやめた方がいい、基本的にはやめた方がいいけど、だからといってそのスポーツ関連のコンテンツはダメだってことにはならないですからね。今結構危なかったですね。大型バスがこっちから来たんですけど、速攻ギリギリで割り込んできましたね。大型車の前で結構スペースが空いてるけど、あまり入ってこない、入っていかない方がいいんですよね。大型車って止まれないですからね。急に化石祭じゃないですけど、積載してる車、あと乗員がいっぱいいるバスとか、だからあまり積極的に入っていかない方がいいんですよね。私は入っていかないようにしてますけどね。下手に割り込むとだいたいブレーキかけると、その後ろの車とかがさらにブレーキかけて渋滞の原因になる。そういうことは考えられますから、私はあまり交差点で無理やり入っていくことはしないですね。あとはやめいさん、 YouTube 今まあ普通なコンテンツって、普通って何なんだって言われそうですけど、上半身裸にもならない内容も、誹謗中傷的なことやらない、ちょっと下品なことやらない、そういうことを 守ってれば別に何問題ないですからね。私はそんな窮屈じゃないと、そんな感覚でいますね。なんか前が詰んでるな、なんだろう、なんか結構めちゃくちゃな状態になってますね。なんだろう、なんか夜だと怖いですね。不慣れな人がいて、まあ十分通れる幅なのに通る、なんかちょっと躊躇してしまう、そういう人が多いですね。ということで、そろそろ自分の駐車場に着きました。ですので、車入れたらキャス終わります。今日は短い時間でしたけど、ありがとうございました。また気まぐれでやりますので、ぜひ見てください。今日はありがとうございました。失礼します。これから帰宅ですね。今日はちょっと明るいから前向きやめて自分撮りにしてますね。久々の自分撮り。自分撮りあまり人気ないかもしれないですけど、まあ、ちょっと明るいからこのアングルでやりたくなりましたね。まあ、なんか明るいうちに帰れるっていいですね。ありがとうございます。自分撮りちょっと暗いですけど、 GPS を受信しました。まあ、たまにはいいんじゃないですかね。
こんばんは、安田さん、ありがとうございます。今日なんか昼間、まあ、ちょっと全部は見れなかったですけど、いろいろな人がツイキャスやってましたね。なんか私、人のキャス聞きながら何かやるってちょっと集中できないからできないんですけど、まあなんか昼間からのものを見てみたいですよね。なんか昨日馬面さんが作業キャスってやってましたけど、あれもなんか私気が散っちゃってできないんですよね。なんか人に一回作業キャス的なことをやったことあるんですけど、人に見られてるという感じでなんか集中できなかったんですよね。じゃあこの運転中はいいのかってことになっちゃうんですけどね。あ、自撮りの方がいいですか、ありがとう、そう言ってくれると嬉しいですね。プーチさんこんばんは。まあ、この時間帯いろいろ自転車通学の人が帰ってますね。学生さん結構危ないですよね。まあ、という私も自転車で通学してる時、まあ、今考えると怖いぐらいの自転車無謀運転みたいなことをしてましたからね。前から車を飛び出してきたらどうするんだって今から言うと突っ込みたくなるような自転車の運転してましたからね。今私たまに自転車乗ってますけど、怖くてそんな見えないところをかっ飛ばすってできないですからね。まあ、見えないところをかっ飛ばす、はっきり言って勇気じゃなくて無謀ですからね。まあ、たまたま運がいいから車にはねられない、他の車両をはねない、そんな感じですからね。今日は明るいですよ。まあ、どんどん明るくなっていくからいいですよね。まあ、私が早いという、今日はまあ私が早かったんですけど、私が早いプラス日没もどんどん遅くなっていく、そういうことだと思うんですよね。なんかキャスの話ですけど、まあ、最近動画を配信したい人ってもしかしたらキャスの方から入る人が多いかもしれないですよね。YouTube じゃなくてもキャスの方、そうなると YouTube の方ってなんかもうすでにいる人プラス商業動画が多くなるのかな、そんな感じになってくるとなんか寂しい感じがしますね。アチャコスさん、運転気をつけます。まあ、この時間帯ほんと帰宅って危ない、一番危ないって言われてますからね。なんか帰宅する嬉しさ、家で何かしたい、早く帰りたい。まあ、私キャスやってると信号で止めてもらえるのは嬉しいですけど、ほとんどの人前の信号赤になりそうだ、黄色になってる、そうするとアクセル入れる人が多いですからね。あと飛び出してくる車、まあこのくらいだったらいいだろうと思って入ってくる車も多いから、ここのこういう脇道とか気をつけないといけないですよね。安全確認本当重要ですよね。あとなんか安全確認というと口に出して故障確認とかってだから安全だって言われてますけど、私もちょっと持論になってしまいますけど、指差しとか故障確認って、まあ、運転中だとかえって危ないのかなって思うんですよね。まあ、いろいろな会社、特に運輸系、運送会社系だと安全確認とか、なんか社内ルールとしてさせる、そういうところ、特に大手が多いんですよね。交差点進入するだけでも決まったマニュアルがあるみたいな。でも交差点なんてマニュアル作ったって、そのマニュアル通りプログラムみたいにいかないですからね。それより
安全確認ってもっと人によっていろいろある。だからそれをこなせばいいと思うんですよね。あの某運送会社とかだと交差点で止まるっていうマニュアルがあるんですよね。交差点で一時停止して資格を全部確認するってありますけど、止めて私の考えだ とそんなところで止まって止まって安全確認してたらどんどん危険な状況が入ってくるんですよね。それよりもう車が進んでる時に前方の安全確認して交差点が安全だと考え安全だと判断したらもうその状態で早く駆け抜けちゃう。それが一番の安全だと思うんですよね。危険な状況がなければ何も確認しない、先に確認して危険じゃないからその危険じゃないうちにその危険の可能性のあるところを駆け抜ける。それ重要だと思いますね。私はそう考えますね。状況を全てマニュアルとか手順書通りに行かないですからね。CV 若本さん拍手ありがとうございます。ラルスさんこんばんはですありがとうございます。ヤメイさん来ましたありがとうございます。 YouTube は規制が多すぎる。確かに規制が多すぎますけど、まあ仕方ないですよ。危ない動画、誹謗中傷、ヘイトスピーチみたいな、特定のマイノリティを罵るみたいな、そういうことは、まあやってはいけないですからね。ダロー運転はダメですね。ダロー運転は危険です。かもしれない運転という、かもしれない運転っていうのがいいとされてますけど、かもしれない運転の度が過ぎるともうチェック項目だらけで何を安全確認してるのかわからなくなってしまう、そういうところがあるんですよね。YouTube の規制の話に戻りますけど、 YouTube そんなに規制かかってるとは思わないんですよね。そんなに窮屈な感じはしない、そんな感じがしますね。あと規制かかってるというと家石田さんから聞いた話じゃん。家石さんの聞いたっていうか、なんか家石田さんのコンテンツから言えることは、ツイキャスの方が厳しいみたいですね。なんかビーチコーさんがレオタード着てそれで出た、それがなんかダメだったみたいなんですよね。あと上半身脱ぐのもやめてほしいみたいな。それ別に YouTube なんとも言われてないですけどね。あとまあ上半身脱ぐ、それ難しいところなんですよね。完璧にマニュアルではい、いいえって言えないですからね。難しいところなんですけど、なんかエロさがあるとダメ、エロさが全然なければ問題ない。例えば上半身裸でやるスポーツっていろいろありますよね。例えば水泳とかあとプールを使った競技、水球とか。完全に上半身裸のコンテンツダメだって言われたら水球とかダメですからね。プロレスだってダメ、レスラーによってはほとんど上半身脱いでる、ボクシングだってそうですよ。でもあそこら辺のコンテンツってのはエロさがないんですよね。だからいいというそういう判断になってくるんですよ。なんか性的いやらしさみたいなのは。だから上半身裸、私は基本的にはやめた方がいいけど、
だからといってそのスポーツ関連のコンテンツはダメだってことにはならないですからね。今結構危なかったですね。大型バスがこっちから来たんですけど、速攻ギリギリで割り込んできましたね。あの大型車の前で結構スペースが空いてるけど、あまり入っていかない方がいいんですよね。大型車で止まれないですからね。急に化石祭じゃないですけど、積載してる車、あと乗員がいっぱいいるバスとか、だからあまり積極的に入っていかない方がいいんですよね。私は入っていかないようにしてますけどね。下手に割り込むと大体ブレーキかけると、その後ろの車とかがさらにブレーキかけて渋滞の原因になる、そういうことは考えられますから、私はあまり交差点で無理やり入っていくことはしないですね。あとはヤメイさん、 YouTube 今まあ普通なコンテンツって、普通って何なんだって言われそうですけど、上半身裸にもならない内容も、ただ誹謗中傷的なことやらない、ちょっと下品なことやらない、そういうことを守ってれば別に何問題ないですからね。私はそんな窮屈じゃないと、そんな感覚でいますね。なんか前が詰んでるな、なんだろう、なんか結構めちゃくちゃな状態になってますね。なんだろう、なんか夜だと怖いですね。不慣れな人がいて、まあ、十分通れる幅なのに通る、なんかちょっと躊躇してしまう、そういう人が多いですね。ということで、そろそろ自分の駐車場に着きました。ですので、車入れたらキャス終わります。今日は短い時間でしたけど、ありがとうございました。また気まぐれでやりますので、ぜひ見てください。今日はありがとうございました。失礼します。